皆さんこんにちは、冬休みに入りましたね。今日はメリークリスマスです。今函館に来ています。雪はそんなに降ってないんですけど、まあ、昨日まで学校で終業式まで普通に関東にいましたので、雪の北海道にひとっ飛びで来て一面真っ白っていうのがね、もうクリスマスそのものって感じですけど、今回北海道に冬休みの前半ぐるっと回ろうかなと思って来ました。函館の駅前はまあ平日の朝っていうこともあってそんなに人はいないんですけど、これから十何年ぶりかに北海道特急列車でね旅しようと思ってます。今回使う切符がこの北海道の6日間特急も乗り放題という切符が今回企画券で出ているので、いろいろな方が動画でレビュー出してますけど、上先生も久しぶりに、いつも最近はずっと冬でもレンタカー借りて北海道半周ぐらいはしてたんですが、今回は JR を使って6日間で1万2000円という格安の切符なので、乗れるだけ特急乗って行けるだけ行ってみようかなと思ってます。昨日のうちに買っておきました。当日発売がないので前日までに買っとかなきゃいけないということで、今日から29日までの6日間何本特急乗れるかな、行ければ北海道全部の都市を結んでいこうと思ってますけど、頑張ろうと思います。今映ってるのではないんですけど、奥の方の7番線からこれから特急乗って札幌に向かいます。函館からだいたい3時間半ぐらいかな、かかります。さすがに雪でちょっと手がかじかんできましたね。実は手袋をしていません。もう列車に席取ってすぐさっと外出てきてね、撮影だけしてもすぐ戻ろうと思ってるので、これからまた駅の中戻ろうと思います。今素手なのでちょっと手が限界に来てますね。北海道に初めて来たのが函館でした。15歳の時ですね。高校1年の夏休み、初めての一人旅でいきなり函館来て、ここから北海道を一周したんですけども、その時も JR 乗り放題の特急乗り放題の所有権を使ってましたが、その時は有効期間2週間で非常に長かったんですね。12日間ぐらい北海道の各都市を走りまくってましたが、今回6日間です。6日で同じことができるからチャレンジしようと思います。初めて来た頃駅前に馬車とかいたんですよね。もう今から30年以上前の話ですけど、それから随分とても綺麗になっちゃって、もうすっかり様変わりしましたが、駅で野宿とかしてた頃が懐かしいです。さあ、駅の中入っていきましょう。北斗7号ですね。北斗7号10時5分発です。今年の3月に
普通列車乗り放題の切符で乗り継いでずーっと函館まで来たので、まあ、あれから9ヶ月ぶりということになります。先日この辺で動画撮影とかもしましたので、後でアップしようかなと思います。9ヶ月経って未だにアップしてませんけど、乗車予定の特急がこれです。北斗7号北海道の特急列車も車両随分変わっちゃいましたのでね、今回は281系なのかな。これからどんどん車両の置き換えが進んでいくので、まあ、廃車を待つような車両がもう向こうにたくさん止まってますが、 JR 北海道も経営厳しいですからね、なんとか乗り切ってほしいですけど。当然ですが自由席になります。自由席は前2両なので、指定席と比べると移動が長くて大変ですけど、7両編成なのかな。一応2号車に席を取ってあります。あ、違う、6両編成か。はい、じゃあここから乗ります。はい、そうですね、はい。なお、乗り換えはその都度ご案内させていただきます。この列車の車掌は赤平です。終点までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。JR 北海道では新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みとして、指定席、グリーン席をご利用で事前に切符をお買い求めいただいたお客様への切符の確認を控えさせていただいております。なお、直前に購入されてデータが反映されていないお客様は恐れ入りますが、切符を確認させていただきます。自由席ご利用のお客様は後ほどご案内を迎えまして、車掌の切符を拝見させていただきます。なお、切符を確認する際はお客様の切符を預かりせず確認させていただきますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。JR北海道では安心して列車をご利用いただくため、車内の換気や肘掛けの定期的な消毒を実施しております。お客様におかれましてはマスクの着用と買い物をして控えめにしていただくことへのご協力をお願いいたします。ただいま JR北海道では駅車内の警戒を強化しております。不審物や気がかりなことがございましたら乗務員までお知らせください。またご乗車になりましたら SS ボタンの位置を確認し、緊急事態が発生した場合は SS ボタンを押して乗務員へお知らせください。10時5分の発車です。橋原と4分ほどお待ちください。